失礼いたします。町県環境文化会とごみ減量ごみ減量会議のメンバーの中澤真理子です。よろしくお願いします。なんか推定表を見たら公園とか書いてあるんですが、そんな大層なことはできませんので、どちらかというと最後の方にちょっとコマーシャルをさせていただくのが私の仕事かなと思っております。はい、ではもう時間もあれですので、これか、はい、始めさせていただきます。食品ロス削減 SDGs に取り組もうというまずタイトルが出ておりますけれども、もうここに来られていらっしゃる方でしたら SDGs って何とかいう方は言ってはれへんやろうかなとは思っております。まあ、もう最近かなりいろいろ言われておりますんで、SDGs っていうのはもうあれですよね、テレビ見ててももうしょっちゅうしょっちゅう名前が出てくる。 でもじゃあ何なんて詳しくは要説明せんけど、なんかその環境とかいろんなことにちょっとええことをせえって言われてるんやという、そんな感じではもう皆さん受け取ってはるとは思ってます。持続可能な開発目標っていう17のゴールを設定して、で2030年までにその世界の人々が一人も取りこぼされることなく豊かに人間らしく暮らしていける、そういう社会基盤を作りましょうということで、始められたものです。で2015年の国連でこれスタートしてまして、で15年間かかって2030年にはこの到達目標に行き着きましょうということで17の目標が掲げられています。でその中に、まあ、食品ロスをなくすであるとか、それから、まあ、環境を良くしていくであるとか、それから日本だけでなく、まあ、世界中で子どもやそれからその他いろんな方が飢えに苦しんでいると、そういう状況を良くしていこうとかいう、そういういろんな目標が掲げられてるんですけれども、まあ、食品ロス削減っていうのは一つはその環境に負荷を与えないことでもあるし、また同時にそのロスになる分が食べられないで飢餓に苦しんでいる人たちに回るんであれば、そっちに対してもプラスになっていくという意味で政府もその食品ロス削減のためにその食品ロス削減推進法っていうのを作って、消費者である私らも含めて国や地方自治体それから事業者にロスを削減していきましょう、ロスを削減、そうね、削減していきましょうということでいろいろとアピールをしています。で、日本の食品ロスの現状ですけれども、ここに食品ロス600万トンで、その半分は家庭から出される276万トンって書かれてますけれども、実はこれもニュースでご覧になった方もあるかもしれませんが、11月の末30日かなんかに NHK のあれで出てたんですかね、ちょっと減ってますね。発表されたのは、2019年度の集計なんですけれども、570万トンで、事業系が309万トン、家庭系が261万トンっていうことですから、微妙にですが減っています。ただでこれは4年連続の減少になるそうで、2000年度は合わせて980万トンだったようなので、
でそれを半減しようというのが30年までに半減しようというのがあの目標で、であと1割減をすると一応目標が達成されるというところまで来ているようです。ただこの1割というのがなかなかねその簡単じゃないと思うので、今後まあどうなっていくのかはまた来年出てくる数字とかちょっと注視していかなければいけないかなと思ってます。で食品ロスが出るっていうことは、これもここに書かれてるように、だいたい日本人1人当たりでお茶1杯分ほかしてるという話なんですけれども、こう食べられるものをほかすと同時に、そのほかしたものは燃やさな処理しなければならないわけで、でそこで無駄な熱量を使って処理して CO2 が増えて、まあ、環境が悪くなるという、だから何もいいことはないんで、ちょっとでもその無駄をなくして食べきっていきましょうというのが、その単に食品を無駄にしないだけじゃなくって、同時に環境にもいいというか、そういうことになりますんで、だから無駄に作って無駄に食べ、無駄に捨てて、で無駄に燃やしてっていうのは、本当にいろんな意味で私たち自身の首を絞めることになるかと思います。でこれは大阪狭山市の組成分析っていうので、京都市なんかは毎年やられてるらしいんですけど、あそこはまあお金をかなり使ってはりますんで、で狭山はお金がないのでこれは24年の調査です。で、ここで見ていただきますと、これどうした、あかんすいません分かれへん、これかこの 41.69% というこの茶色いところが中貝類っていういわゆる台所ごみ、皮むいた後のほかしたやつやとか、ご飯の後で食べ残したやつやとか、そういういわゆる生ごみですね、これが 41.69% ということになってます。多分これ、まあ、京都なんかのあれを見てもそんなに比率変わっていかないので、多分狭山も今調査しても似たような数字かなとは思われます。でじゃあ食品ロスっていうのは何なんかっていうことで、今ちょっと言いましたけれども、市場において食品ロスが出るっていうのは、一つには3分の1ルールって呼ばれる消臭感、これもお聞きになったことあるかと思うんですけれども、製造者からその小売店まで行く間、それから小売店から小売店で出して消費者まで行く間で、まあ、あと消費者がそれを実際に買って消費するまで、この3つに分けて、で製造された日からその3分の1を過ぎたらもうその製造者は納品できない、でその小売店はまた3分の1を過ぎたものはもう店頭に並べられないということで、だからまず3分の1を過ぎ、製造から3分の1を過ぎたらもう店には出さない、で廃棄されてしまう、だから店が買ったものでも、買ったとか仕入れたものでも3分の1をまたそこから3分の1過ぎたものに関してはもうこれは消費者に売れない、店頭に出したままにはできないという、そういうようなルールなんですけれども、別にそういう法律があるわけではありません。いわゆる消臭感で、でこれがあるがためにまだ十分食べられるものが無駄になっているということで、
徐々に見直しが進んでいます。でここが変わればかなりそのなんていうのかな、その今まで十分食べられるのに廃棄されてたものがあの消費者まで届くことになるということで、特にそういう消費期限がもうわずかなものを扱ってるそのネット販売みたいなのも最近出てるのをご存知でしょうか。あのいくつかあるんですけれども、例えば蔵出しっていうので検索していただくと、そのそういうものを扱ったあの例えばコロナ禍でその普段焼肉店に出してたお肉が出せなくなったのでっていうことで、量は多いんですけども、かなりのかなり安い値段でもってあの販売してるという、ちょっと魅力的で、そんな少々どうっていうことなんていうのかな、あの別にもう消費期限が過ぎて腐ってますみたいなもん売ってるわけじゃないので、その自分とこでは使い切れんのやったらどっかにこうなんていうのかな、寄付するということも含めてできる方にはかなりいいかなと。でもちろんあの日持ちのするものもありますし、冷凍品もありますし、そういうことであの今までやったら廃棄されるものを廃棄せずになんとか消費者に届けようとする活動もかなり増えてきています。だから続いて定番カットと呼ばれる消臭感というんですが、これは新しいものが出るとその前のものはもう店頭から撤去しちゃうという習慣があるようで、別にそんなんかめへんやんっていう人は多いと思うんですけれども、なんかやっぱりその店としては古いあれを出しとけないということがあるんかと思います。それからパッケージの印字ミス、これは結構なんかあるようですね。ちょっと汚れちゃったとか、そういうものをいわゆる規格から外れたものは店頭には並べられないとか、それから季節性食品の売れ残りって、これは例えばこれからの季節でしたらおせちの例えば黒豆炊いたやつパックにしてるようなやつ、あのこれを賞味期限から言ったら十分いけても1月15日も過ぎた頃に並べててももう誰も買わないと。でそんなもういつまでも置いてるとなんかこうこの店あんまり売れへんの途中みたいに思われても嫌やから、もうそれは撤去して廃棄されちゃうとかいうようなものですね。それからまあ恵方巻きなんかかなり問題になりましたけども、ああいうのもここに入るかと思います。あの結局この時期は売れるけども、あとはもう全然なんていうのか商品価値が下がっちゃう。昔なんか私が25歳の頃はなんかクリスマスケーキという嫌な言葉がありましたが、25日のクリスマスケーキはもう売れ残りというですね、あの同年代の方はきっと聞いたことあるかなと思うんですが、ね、言うた男の方は覚えてはれへんか知りませんが、言われた方は結構ぐさっとくるという、はい、それはまあ置いといて、それからあとはイベント用食品の余剰って、なんかこの1回限りのイベントのために仕入れる時にはその早くに売り切れたらやっぱちょっとお客さんにも迷惑やしとか思って多めにこうって、結局は余らせてしまうというようなことで、だいたいあの売る側のあれから言うとこんなことでロスが発生します。で同時にその買う側の理屈から、あの理屈というかその理由から言いますと、まずは食べ残し、それから過剰除去っていうのは無駄に取ってしまうと、食べられるのにほかしちゃうというやつですね。それから直接廃棄、安いから思って予算こうだけども結局使い切れずにあのほかしてしまう、あの果物とかその、ね、野菜とかは結構あるかなと思うんですけれども、と果物でも何個でなんぼっていう、1個だけ買うたらええところを3個で100円やから3個買っちゃうって、であと2個は結局腐らしたみたいなことは私も経験がありますし、
だから気ぃつけなあかんとこやと思います。あの食べ残しについてなんですけども、ちょっとこんな話をしてる時間はないような気もするんですけど、実はうちの娘が一人暮らしをしてまして、でご飯あのおかずを作るのにだいたい 2,3 日分まとめて作るっていうんです。で要するにこの間も豚汁作ったとか言って写真を送ってきてたんですけども、そのたくさん作ったから明日も豚汁やけどカップを変えるとかって言って、なんか新しいカップお気に入りのカップを買うたんで明日はこっちのカップにするみたいな話、しょうもない話なんですけども、でそのうちの子がそうやって同じものを 2,3 日食べるっていうのに対してその話を会社の先輩にしたらえらいびっくりされたって。で自分の家ではそんな前の日のを出すなんてことはできへんと、子供も旦那も食べてくれへんって言われて、ってなったという話があるんです。だから私まあその、 あの娘を当然育てた母親ですから、私自身そんなことずっとやってたわけです。煮物でもそのたくさん作って次の日も同じ煮物が出てくる、なあの温め返してまたその次の日も出てくるみたいなこと普通にあったし、おでん炊いたらその次の日は切り干し大根にのおつゆが変わってるみたいな、そんなような生活をうちの子はしてきたから、世間はそんなもんやと思ってたらそうじゃなかったということが分かってびっくりしたという話やったんですけども、それなんか会社のミーティングの時にあのどうですかって、皆さんではどうしてますかっていうような調査をしたって、会社のミーティングでそんな話してて宴会と思いますが、なんか調査をしたようで、そうすると結構まあ次の日のものも前の日のものも食べますよっていう人もあるけれども一切出さないと、だから要はそれはっても食べ残しやからその日にほかしちゃうという家も結構あって、あロスが出る原因って一つはこれなんかと、だから別に私自分のやってたことをどうなんていうのかこう褒めるというかようやったというつもりはないんですけども、単なる手抜きでしたから、だけどあそうか、毎日律儀に律儀に今日作ったものは今日食べて、食べ残ったものは捨てるを繰り返してたらそれはロスは出るよなって、子供なんかその時によって食べる量全然違いますしね。で要するに大皿に持ってあの取り箸で取り分けて昼だけを食べて、で残った分はまた冷蔵庫入れといて次の日も出てくるにすれば、それほど食べ残しって出ないんじゃないかなみたいなことをその娘と喋ってて、でうちのやり方良かったよねみたいな自画自賛をしておりました。はい、そんなようなことで、結構なんていうのかな、その家では当たり前やと思ってるこう習慣がちょっと見直したら無駄のないあれになるんかなみたいな気はいたします。はい、ちょっといらん話をします。それから個人でできる、もうあんまり時間がないんで、個人でできる食品ロスの削減っていうところですけれども、まあこれはもう気ぃつけてはる方は普通に気ぃつけてはるんで、特に言うこともないかなと思いますけれども、まずはいらんもん買わないような工夫と、それから必要なもんだけを買うて余ったもんも有効利用しようとか、それから外食の時は持ち帰りもできるんやったら持ち帰り、これドギーバッグって言いますよね。外国ではもう結構当たり前なんやけど、日本はやっぱなんかそれを OK しない店多いんですけれども、それでも最近ちょっとずつ変わってきてますんで、もちろん自己責任で、おおすいません、自己責任でドギーバッグとかを使っていただけたらなと思います。もうこれはちょっと飛ばします、もうご存知かなと思います。でこれも消費者庁がこんなもんこういう食材の使い方ありますよっていうのを食品ロス削減 の、 ホームページを作ってます。クックパッドです。
またご覧ください。それからここで、すみません、時間なくなったところでフードドライブの話になるんですけども、実はあの3月6日、来年の3月6日ですが、ワクフェス、あの支援センターとか公民館とか狭山市とか、それからもう一つ社協、社協とこう4つので協力してワクフェスをやりましょうということで準備をしております。去年もやるつもりで、今年もやるつもりでできずに、やっと来年はできるかなということで、あの準備を進めております。でその中で、あのごみ源と、それから町県の環境文化会でもってフードドライブをやろうということになっております。で今回はあの皆様に集まっていただいたな、これを宣伝したいというのが実は一番の意図だったんですが、いらんこと喋っててちょっと時間がなくなったんであんまりお話できませんが、あとこれはフードバンク大阪というところにそのお願いをして、フードドライブで集めた食品をそのフードバンク大阪で、あのこう個人に、個人やとか団体に渡していただこうということで、あのお願いをしております。これも一昨年の準備のために、あの打ち合わせをして、でその時に開拓していただいておりますので、まだあの今回の分については詰めた話はしてないんですけれども、あの協力していただくつもりでおります。要はあの家で余ってるもんで、消費期限がまだ、賞味期限ですね、賞味期限がまだ1ヶ月以上あるようなもので、うちではもう食べへんわっていうようなものを当日持ってきていただいて、そしてそれをあのフードバンク大阪を通じて、あの困ってる方とか、あの施設とかに寄付しようという、あこれでもないか、そうか、あの寄付しようという、あのあれです、あの活動です。で、あのとにかく皆さんに知っていただいて、でちょっとでも広げていただいて、団体としてご協力いただけるようなことがあればとってもありがたいなと思って、今日ちょっと話をさせていただきました。すいません、ちょっと長くなりました。はい、ありがとうございました。